はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。早速、ウィニングポスト8の2015ですね、続きをプレイしていきたいと思います。まず馬の状態ですね。桜豊王は1回ここで、放牧に出しましょう。6週間ぐらい出しますか。これでね、じっくり疲れをね取ってもらいたいと思います。というわけで、一旦進行させましょう。12月の4週目まで進行させます。桜豊王、次は、安田記念を狙っていきたいと思っています。はい、頑張ってくれ。ネクストです。プラス10万円か。まあ、あの公演スポーツは見ません。表彰式にも行きません。自分でやります。引退はどの馬もさせません。まあ、ノーザンダンサーとかがね引退するんですね。少々ペガサス、シュンボリ・ルドルフとかが入るんですね、今年から。なんか新しい血統が出てきたみたいですね。じゃあパワチャングレイスに、子孫になってもらえますか。はい、シンジゲート株、あールドルフとかもな、微妙だよな。まあいらないかな。さあ海外から購入できそうな馬、ダイヤモンドサイレンスってない。あーなるほどね。どうしよう。質がいいと言っている。潜在能力の未知数、潜在能力の未知数。じゃあこのイニニさんを買いますか。守護馬の施設ってありませんからね。職員馬を売却しませんと。図書ペガサスはね売るしかないですね。頑張ってくれペガサス。まあ、この辺もいいですね、機種がなんだって。で、ここら辺は残しましょう、もちろん。これ打っちゃうと馬がいなくなっちゃいますからね。で、入居先ですけども、まあ、いつもお世話になってる鮎川さんのところと、どうしようかな。足立さんのとことか。いやー、断られた。断られるんだ、知らない人のところは。じゃあ上の方じゃなきゃダメなんだな。よし、じゃあ小池さんにお願いしましょう。結婚しろって。栗原美穂か大原よし子か。栗原美穂だな、タイプは。大した付き合いもないのに受けてくれるんだ、ありがたいですね。そうしたらですね、桜豊王は次戦3月1日の中山記念に行ってもらいますか。いいですね、中山記念で。はい、そしたらそこまで進めましょう。はい、
豊かを頑張ってくれ。誰か来たの、なんすか。おお、また強くなったと言ってくれている、ありがたい。もういいよ、イサキは。はい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 、この辺もちゃちゃっと進めちゃいましょうね。さあ、桜井隆夫はダイジェストで見ましょう。1番人気、この辺りはね、サクッと勝ってもらいたいところですけどね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。桜井隆夫先頭は桜井隆夫、残り 200m、 大丈夫か。一気に後続が抑えかかってきた。まま後続は大きく離れました、うん、2番手はベルベットグローブ、完璧です。圧倒的な強さを見せました桜井隆夫。1着、2着はランドヒリュー、桜井隆夫見事な勝利です。強いな、やっぱ桜井隆夫は。 G2 中山記念は圧勝劇ですね。さあ、桜井隆夫の次戦なんですけども、マイラーズカップはいいでしょうと、これで。ただ、京本杯スプリングカップは変えたいな。というわけで、独自に組みますか。そうしましょうか。出走登録で、マイラーズカップ、で、待て、出走登録で、4月のこの辺りでなんかないかな。3月のこれなんだろう、日経賞か、芝の 2000m、 4月の一周、これは産経大阪杯ね。何でしょう、関西の産経大阪杯か、開催一覧で見た方がいいかな。大阪杯か、どうしようかな。そしたら、京王杯スプリングカップ、海外遠征とかここでぶち込むのは自殺行為だしな。新潟大商店か、ハンデ戦とかには出たくないですね。
っと、まず、あれですよね、安田記念は決まってるんで、6月の1周。ってことは、5月の2周、4月の3周ぐらいで組みますか。4月の3周ぐらいで、なんかいいレースないですか。4週あたりで、ないんですね。ないですね。じゃあ5月の1週はマイラーズカップか。なんか 2000m ぐらいでいいレースないかな。そしたら、ローテーションでちょっと見ていいですか。4月の1周の大阪杯とかは出れないので、そうですね、今4月の1周の大阪杯は出よう。むしろ4月の1周の大阪杯ぐらいしか出るものがないですね。4月の1周の大阪杯に出て、これかな、阪神競馬場の、産経大阪杯、これですね。で、5月の1周目ぐらいにもう1レース出ておきたいですね。5月の1周新潟に行かなきゃないんだ。これはない。新潟は新潟大商店 2000m、 まあ鳴らしっていう意味ではこれで出ておきましょう。で、マイルチャンピオンシップ、安田記念だと12週間出して、まあ、つまり3ヶ月間ですね。で、9月に戻ってくるんで、9月に戻ってきてからどうするかですね。で、ローテーションのコバ中距離だと、10月2日の毎日王冠か。で、天皇賞秋。よし、この辺に出ますか。主走登録で、10月の1週目だったな、毎日王冠。これですね。違う、これ欧米でした。あれ、毎日王冠はどこ行っちゃったんだ。もしかして間違ってますか。あ、これですね。はい。毎日王冠に出て、で、10月の4週目の、芝2000メートル。これかな、天皇賞秋。はい、これで、大体詰まりましたかね。これでいきますか。じゃ あまずは4月の1日まで飛びましょう。はい、お、ヨークが誕生したと。嬉しいですね。このイベントは何かいいことがあるんだろうか。もう結婚したから、キャスターと結婚するっていうのが良かったかもしれないな。
さあ大阪杯、もう西村さんだ、もう西村さんとかでもよかったかもしれないな、結婚相手は。さあまずこの大阪杯はサクッと勝っといてほしいな。コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ桜井隆夫先頭です。桜井隆夫2馬身ほどのリード、しかし後続の展開もいい。逃げ切れるか、ちょっと危ないぞ。日方帝王、あー日方帝王って強いな。日方帝王1着、2着にはどうやらフレッシュボイス、見事に勝ちました。日方帝王桜井隆夫敗れました。これは掲示板までです。負けたか、日方帝王強し。ちょっと勝てるかなと思ってたんですけどね、残念ですね。4着に敗れています。そしたら次はですね、5月の2週の新潟記念まで、出番ありませんので、5月の1週まで進めます。そこで、繁殖牝馬ねつけたいと思います。ノミネーションセールって何、なんだろう、ノーザンテイストとかいう、つけられる権利みたいな感じなのかな。ノーザンテイストつけたいよ。どうやったらつけられるんだろう、ノーザンテイスト参加しよう。これは欲しい。3億まで出す。やったー、落札した。何、どういうこと、落札したら。なに、種付けできるってことだよね。やったー、ノーザンテイストをつけよう。で、ノーザンテイストしかダメなんだね。まあ、じゃああとは上から順につけていくっていうね、なんとも何も考えてない感じでやっていきたいと思います。良さそうなんで変更です。あとはフェイトメーカーとかいいですね。これ種1億払ってついてなかったらすげえショックだな。レースも気になるけど、一番気になるのはノーザンテイストがついてるかどうかだな。桜井隆夫、まあここは勝ってくれるでしょう。うん、勝ってくれましたね。春巻さんは勝ち目ないかな。7着頑張った方だ。
ノーザンテストは重大してる。いやー、これは嬉しい。パワちゃんランサムだけもう一回種付けしなきゃいけないですね。そして桜湯隆王、安田記念に登場です。メンデスとつけましょう。さあ G1 取ってくれ。桜井隆を頼むぞ。一番人気。ただな、種付けするのにその権利を1億出して買うのか。してさあこれからです。先頭変わって桜井隆雄、桜井隆雄、さあ桜井隆雄はどうだ。後ろからも速いの来てるな。ではウィンドストース、手応えは悪くありません。大丈夫か桜井隆雄、頑張れ桜井隆雄、頑張れ先頭だ、頑張れ桜井隆雄、逃げ切れ、ウィンドストース頑張れ桜井隆雄、逃げ、ああよかった。2着にはどうやらウィンドストース、桜井隆雄、一番人気に応える見事な G1 勝利です。嬉しい、初めての G1 制覇。まあ自主生産馬じゃないんですけど嬉しいですね。いやーありがたい。はい、いやー本当に嬉しい。取りましたね桜井隆雄。お、そして、なんと2位に選出されてますね。桜井隆雄はここはちょっと出てみますか。まあ、まさかまさかってこともね考えられますからね。やったー、守護馬施設が作れるって。早速作っときましょう。守護馬施設3億円かかるのか。まあ高いけど作んなきゃしょうがないからな。すいません。え、どういう状況になったんだろう。桜井隆雄は宝塚記念の後放牧に出して、毎日王冠ですね。そしたら6月の4週目まで進めますか。調子も丸、疲れもそんなにはない。これは期待できますよ、宝塚記念制覇も。あとは、ライバルの馬がどれくらいかってとこですね。お、桜井隆雄一番人気に押されてますね。ちょっとパドックじゃなくて新聞見ますか。日報帝王強いんだよな。桜井隆雄20丸、全部20丸だ。これ勝てなかったらちょっとまずいだろう。頼むぞ。さあ直線に入りました。さあ桜井隆雄今左上にいる。今、うわー伸びない、ダメだ、全然伸びない。先頭だ。うわー馬群に沈んだな。これ故障発生とかじゃないよな。日本帝王、日本帝王、1着、2着にはどうやら新チェスト、鞍上してやったり、G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのは日本帝王。日本帝王いつも邪魔するよな。それにしても大敗したな。一番人気ながら17着か。どうした。メンデス受胎したみたいですね。
カワちゃんリボン、しばらくねのんびりしてまた秋の戦線で戦ってもらわなきゃいけないですからね。それにしても桜井孝雄まさかの大敗だったな。距離適正が全然だったんですかね。 2200m、 まあでもきっとそういうことなんだろうな。繁殖牝馬のセールはいかないよ。スプリンターズステークスに春巻きが出ると、いやお金ないっす。4億円切りましたね、ついに。いやースプリンターズ絶対勝てないよ。9着か。スプリンターズステークスは春巻きは9着でしたね。で、桜井孝雄、あー調子悪いなー。ちょっとこれは見ない。なんか負けそうな気がする。あ、勝った。おお、しかも日本レコードで勝ったの？見とけばよかったな。10月の5日ね、5日じゃない、5週ね。さあ桜井孝雄頼むぞ。またこいつか、伊坂修三郎。スキップステッパーってちょっと知らないな。で次は天皇賞秋です。毎日王冠をレコード勝ちしてからの天皇賞秋一番人気、赤い帽子6番が桜湯高王ですね。お金が3億まで減っちゃってるんで、ここでちょっと1億円ぐらいガンと稼いでもらわないと。さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は桜井孝雄。さあ桜井孝雄、先頭2番手は鹿島ウィング。後ろからも来てるな。残り 200m、 いやー後ろからも来てる。先頭だ。うわー厳しいな。誰だこれ。日報帝王出たよ。また日報帝王かよ。日報帝王完勝。日報帝王1着2着は桜井孝雄。鞍上してやったり G1 の舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのは日報帝王。くそー日報帝王いつも邪魔すんだよな。自主生産馬は全然振るわないっすね。11月の3週目のマイルチャンピオンシップまで進めます。いやー桜井孝雄買ってほしかったな。さあマイルチャンピオンシップダイジェストで見ます。ここも勝ってほしい。 G1 2勝。本当はねこの桜井孝雄って 実在する馬で天皇賞は勝ってるんですけどね、日報帝王の前にここでは負けてしまいましたね。最後の追い比べ、さあどこにいる。いる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 。さあ出てこい。あと 200m
ートル出てこい、どうした、先頭だ、伸びてこい、後続の足伸びてこい、伸びてこい、桜井高尾、よし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 よ2着にはどうやらダイナアクトです。桜井隆雄、春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、うん、国内マイル戦線の頂点に立ちました、うん、よし頑張ってくれた桜井隆雄、ありがとう。 G12 勝ですね、これで。さあ、優秀の美に向けて海外 G1 ですか、次は。ありがとうございます、桜井隆雄です。精神力がアップしたか。で、12月2日の香港ですね、ごめんなさい、12月2週目もっと間違った。有馬記念、桜井隆雄最後出るか、もう強行軍ですね。そう、海外レースなんです。ネクスト、あ、見れなかったのか、海外 G1 は設定上やってなかったんだな。しまったしまった、もったいない。うん、ありがとう。そしたら、桜井隆雄の有馬記念、これで終わりにしたいと思います。終わりっていうのは桜井隆雄を引退させるっていう意味ですね。桜井隆雄一番人気に押されてるな。優秀の美飾ってくれ。本当はね、中距離路線に行きたかったんですけど、中距離路線はもう、おっと、一頭故障発生か、桜スターをズルズルっと交代しました。これは大変なことになりました。え、誰が交代したの？影響が出そうです。桜井隆雄じゃないよね。メジロデレ迫る、一気にメジロデレ、タマモクロス、桜スター王って言ったよね。2着にはどうやらタマモクロス、これは驚きました。メジロデレ間違いありません。なんとメジロデレ、桜スター王って言ったよね。桜井隆雄じゃないよね。よかったよかった、大敗しましたけど。いやー、びっくりしました。特別号見ましょう。今回は分からん見方が、参加しない、自分でします。ミスタープロスペクターが新たな系統になりましたよというニュースですね。で引退する馬、引退です。
春馬行きます。状態はまさにピークだって言ってるな。もう1年やらせるか。じゃあパワちゃんスタイルはまだ若いと言われてますね。成長は今がまさにピークだって言ってて、この1000万以下が。なるほど。やったー、ショボバ入りだ。総賞金10億超えだからな。繁殖した馬、桜豊王いますね。まあ7億出して買った甲斐がありましたね。これやるといいことあるんだろうか。ブレイビーストローマンっていうのじゃ買っとこうかな。海外から購入できそうなの誰かいるかな。未知数だって言われたらな。ミッキーリック、これといった馬はいないな。プレザントコロン、いや今年はやめとこう。いやシュボバは買えないっすよ、お金ないっす。繁殖品馬は売却はしない。サブレタカを売却しない。新しい人たちですね、はい、いや売らないっすよ。売ったら売なくなっちゃいますよ。しばらくは暗黒の時代が続きそうですね。というわけで、今回はここで終わりにしたいと思います。桜井孝雄、本当にありがとう。